の皆さん、こんにちは。皆さんがいるから、うちがいる、ひなたです。こんにちは。ひなた TV スタート。今日は、ちょっとした、誰に相談してええか分かれへん、お悩み、ひなたが答えますてのコーナー。イエーイ。皆さんね、毎日ちょっとまあこういう期間で自粛をしたりだとか、まあ受験が重なってるだとか、いろいろね、ちっちゃい悩みがあると思います。それを私が今からどんどん解決していきたいと思います。ひなた TV。 じゃあどんどん答えていきます。まず一つ目、扇風機の風量を強にするか中にするかいつも迷います。風呂上がりは強、寝るときは弱。白 T ばっかり増えます。どうしたらいいと思いますか。他の色の T シャツを買う。夜ご飯何食べていいか分かりません。同じもの作って4日経ちます。この人アホなんか。作れて嬉しかったのかな。じゃあ今日はチャーハンを作ってみてください。おすすめのダイエット法ありますか。私は酵素ジュースを飲むことが、体に合ってると思います。ちょっと噛んでしまいました。パンツが破れてたんですけど、どうすればいいですか。これパンツが破れてる場合はカバンとか服とかでごまかしてください。パンツが破れてたならできれば買い替えてほしいよね。やっぱ下着って運気がどうこう言うから。でもまあ別に見られる状況じゃなかったら、まあその履いてもええんちゃいますかね。こうなんかここが残っとったら履いていいんちゃいますか。ハンバーグとラーメンどっち食べたらいいですか。ハンバーグ。高3の時の夏休みの過ごし方を教えてください。高3の時、私ダブルダッチやってたんですけど、ダブルダッチの合宿行ったりとかしてましたね。あとはヘラヘラしてましたよ。はい。もうその時は大阪30期生2年目やったんで、同期とかと適当に遊んでたんちゃいますかね。彼氏の誕生日どうやってお祝いしよう。思いついた1個目のことをやってみましょう。ちょっと参考にならないですね、ごめんなさい。トイレの音姫って途中で音切った方がいいですか。バリなるやんって時は止めます。どこに行ったら会えますか。めっちゃ会いたいです。ありがとうございます。まあ今こんな時期なんでね、会えないかもしれないんですけど、だいたい吉本無限大ホールとか、まあ、吉本坂の現場とか。プライベートはよくいるのは新大久保、新宿、原宿、渋谷、山手線のこの辺にずっといます。メンズライクのファッションに憧れているのですが、ポイントはありますか。身長は148センチです。サイズ感をすごく大事にすること。変にメンズの S サイズ着るんやったらメンズの L サイズ着た方がいい。なんかね、まあ、特に H&M とかこう外国のやつとかはこう胸囲が細くて丈が長いっていうのが多いんですよね。でもそれって多分メンズライクの服着る子にはこういい感じのシルエットにならない、バストとかが隠れないから、それは多分ダボっとしたの買って、もう下の丈着るぐらいの勢いで頑張ってください。韓国語話してみて。あー、おとけー、あのルーン、ステーキもごそよ。でもバーッあーペコパーウェッ。怒るとすぐに顔に出てしまいます。何かいい方法はありますか。我慢しましょう。どうしてるかな、私が怒ってる時。もう顔に出るんやったら口で言った方がいいって私は思いますね。ほんで、はい、私はこうこうこうの理由で怒っています、誰か私を助けてください。めっちゃ変なやつやな。もう顔に出しちゃいましょう、口膨らませて。ストーンズのファンクラブに入るかどうか迷っています。そんなもん入りましょう。ほんでもっと好きになったらええんよ。コンビニの店員さんを好きになって連絡先を交換したはいいけど、何話したらいいかわからない。連絡先を交換したってこと？渡したじゃなくてもう連絡取り合ってるってこと？でも好きなんですよね。ほなもう最初もう友達になったら、とりあえず
めっちゃ行動力あんねんか、そっから先も自分でいけるやろ。足の裏が熱くて寝れないときはどうしたらいいですか？冷えピタ貼ったら？教室が7階、生徒会室は10階です。階段しんどすぎます。やば、鍵は1階にあんねんて。しかもエレベーターないってこと？あるけど生徒は乗ったらあかんみたいな。てかこんな学校ある？バリ細長いってこと？すごいですね、ご苦労さんです。まあそれを使ってちょっと足腰を鍛えてダイエットしてください。やっぱ太ももの筋肉って一番でかいから、動かすと一番カロリーを消費するって聞いたことあります。まあ私はやらないんですけれども。母親のことがめっちゃ嫌いなんですけどどうしたらいいですか？やってはーん、まあ寂しい話ですけれども、てか好きなところもあるはずなんで、そこを見つけてください。いい距離感を保ちましょう。アイスを1日に2つ食べてしまいます。どうすればやめられますか？せめて1本にしたいです。大丈夫、私は昨日3つ食べたよ。じゃんけんで一番最初に何を出せばいいか迷います。ひなちゃんなら何を出しますか？わかるわこれ。自分の中でのブームない？グーの時もあるし、チョキの、結構チョキ出してしまう時ありますよね。でも私が高校生の時はパー出すの流行ってたんですよね。パーで。明日の服装とかを決めるのってどういう基準で決めたらいいですか？やっぱり天気、気温、気分。私は今日着たい服を1枚先に決めて、そっからコーディネート組んでいきます。 ASMR にハマりすぎて音探してます。何かありませんか？すごいな、やっぱね、私ASMR 好きな人ほんまにすごいなって思うんですよね。マジで笑ってまうねんけど。しかも普通の食事してる音じゃなくて ASMR を載せてる人ってちゃんとこうイヤホン、まあ、こうマイクがあったらさ、マカロンを食べます。おいしいです。なんで分けんねんみたいな。私はね、なんかうーってなりますね、すごく。泣いちゃいけない場面での涙の止め方を教えてください。これさ、私も聞きたいねんけど、大人になってさ、なんか涙腺さ弱なるってほんまやねんな。もうすぐ泣きそうなんで私。家族系のやつとか見たりとか、感謝をなんか伝える場面とか、一言挨拶お願いしますとか、マジで無理、泣いちゃうから。泣いちゃいますって言うしかないんちゃう。あ、でもそうか、悔し涙の場合もあるよな。どっかつねるか。そうか、ごめんなさい、だけどありません。はい、もう流すしかない。我慢したらさ、もっと泣きそうになりません？だって泣いていいんだよとか言われたら余計泣いてまうしね。私一回何やったっけな、君の唇を離さないのミュージックビデオの撮影でバク手をね何回も連続で回るところがあって、そこの撮影がワンカメショー、一回もカットせずにもう何回も撮る、ほんまに何回もやったんですよ。2時間ずっとバク転回って、手も痛いし足も痛いし我慢してたけど、勝手にこう涙が出てきた時があって、でまあでもそれぐらいで止めようと思ったんですけど、私の友達アノンっていうメンバーがね、余計泣いて、やめてそれやめてそれやめたら、もうそれ別にしんどくなくても泣いてまうからやめてってなってました。ひなた TV。 さあそんな感じで結構答えたんじゃないですかね。全然ちゃんと答えられへんかった、申し訳ない、ほんまにすいません。私の答えが参考になったでしょうか。まだね、ほんまになんかちゃんとした相談とか質問とかのコーナーはなんか霧のいい機会にやれたらいいなと思います。この動画が少しでも良かったよなんてあなたは、コメント、高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで以上、ひなた TV でした。バイバーイ。ピース。ひなたの単独イベント、兄さんひなたと遊んでください、開催決定。8月21日金曜日21時から吉本無限大ドーム1にて行います。今回のゲストはおいでやす小田さん。それぞれのネタあり、そしてコーナーではいっぱい遊びます。
チケットの一般発売は8月5日です。よかったら遊びに来てね。バイバーイ。